どうも、こんにちは。イケケンチャンネルです。はい、今回もイケケンの楽天モバイル、楽天アリミット情報をお伝えしてまいります。はい、久しぶりにいい楽天の動画をちょっと撮ってみますんで、あの、ちょっとね、久しぶりに動画撮ってるので、話がまとまらなくて、草じゃないけど、あの、すいませんが、そこら辺ご了承ください。雑談としてね、 えー、お時間ある方を暇な方よかったら、まあ、1.25倍速ぐらいにしてね、聞いていただければと思います。はい。えー、じゃあ、えっとね、今回ね、楽天モバイル、なんで動画出したいかなっていうのを言いますと、えっと、この、えっと、ここにあるやつね、これ、重要、ここのトップページのところの、この、このお知らせの5段目のやつね、この重要楽天リンクアプリ、 iOS 版の仕様変更に関するお知らせっていうので2021年7月5日更新これ本日ですねこれちょっと見ていきますえすごい重要なことなんでねこれ以前からあったんだけどなんか多分ねえこれすごい解約って言われてるあの変更なので規約のね改定のなので多分クレームっていうか まあ文句っていうかその、そういうのをたくさん、まあ、苦情じゃないけどね、来て、もしかしたらそれでその更新っていうか、あの7月6日、明日から、えー、これを設定することになったと、仕様変更になったって、そういうお知らせなんですが、まあ、楽天モバイルを使っていらっしゃる方に、これ必ず見てほしい重要項目なので、動画に出すことにしました。 ちょっと見ていきます。えー、まあ、重要って書いてあるんだけどね。えー、楽天リンクアプリ iOS 版の仕様変更に関するお知らせということで、ね、4月5日更新と。で、えー、まあ全部読んでいきますよ。平日、平素は楽天モバイルをご利用いただき、誠にありがとうございます。2021年7月6日火曜日以降、楽天リンクアプリ iOS 版における 音声通話の着信と SMS 送受信について使用変更となるため以下の通り事前にお知らせいたします iPhone でここね iPhone で楽天アンリミット6をご利用中のお客様は必ずご確認くださいこれすごい重要なことなんでねあ逆に言うと iPhone じゃない人はあのこの動画見なくてもいいと思いますんでねよろしくお願いしますで とね、まず最初の前提条件として、楽天リンクアプリをご利用いただくことで、引き続き国内通話はかけ放題となりますと。楽天リンクアプリ使用利用せず、他の通話アプリやメッセージアプリを利用した場合は、有料となりますので、ご注意ください。これが前提条件ですね。はい。で、えー、楽天リンクアプリ iOS 版の使用変更日時は、明日ですね、7月6日より順次となってて、 7月6日の何時からというふうに、あのー、なってないので、えっと、明日、まあ、例えば今日のね、0時過ぎて、7月6日0時から順次とかじゃなくて、まあ、そこら辺がちょっとよくわかってないけど、まあ、一応7月6日中には順次仕様変更するということみたいです。で、その仕様変更なんですが、この音声通話ね、 楽天リンクアプリ iOS 版の音声通話のことに関して、この1番、使用変更内容は、えー、楽天リンクアプリ利用していない相手からの電話を着信する場合は、現在はお客様の楽天リンクアプリに着信いたしますが、使用変更後は、iOS 標準の電話アプリに着信するようになります。ここで、ね、重要なことはここです。iOS 標準の電話アプリに着信するようになりますと。 で、えっと、この楽天リンクアプリを利用しない相手からの電話、ここは固定電話とか OS 標準のアプリなどからの発信っていうふうになっているので、えっと、楽天リンクアプリを利用している相手からの電話は楽天リンクアプリで着信します。ここに書いてありますね。図表っていうか。えー、一応、ここね、えー、っと、前提条件として、まあ、 本日までね、楽天リンクアプリ以外からの発信は楽天リンクアプリで、えー、着信。今まではそうだったのが、えー、楽天リンクアプリ以外からの発信が iOS 標準の電話アプリで着信になります。で、それで何が解約かっていうんですが、着信のあった相手に無料でかけ直す場合に、その iOS 標準の電話アプリで着信したやつに、そのまま、あの、着信っていうか、あの、返信する場合に、 その iOS 標準の電話アプリで発信してしまうことになるので、そうすると、あの、無料通話にならなくなるとで。これちゃんと分かってて、あの、ここに書いてあるその楽天リンクアプリでかけ直すっていう風にすれば問題はないんですけど、多分その、こういう単純なことだから、なおさらのごとく、えっと、気をつけてないと、 あの、多分 iOS 標準の電話アプリでちゃ、えー、返信する率が結構あると思うんですよ。で、分かってる人も、例えばお酒飲んでね、飲み会行って、その間に電話がかかってきてとか、そういう時に酔っ払った時とか、ちょっと気緩んだ時に間違えて、楽天リンクアプリじゃないもので発信する、返信する可能性もあるんで、ここちょっと気をつけていただきたいなと。まあ今まではそんなこと関係なかったんだけど、 えー、これからは明日からね、えー、ちょっとそういうところを気をつけていただけたらと思います。で、一応ここに書いてあるね。楽天リンク同士はし着信も発信も無料で、あの、この変更なしと。えー、普通に、えー、楽天リンクで発信すると楽天リンクで着信するので、ここは今まで通り無料で、えー、何の問題もなくね、えー、発着信と返信とかも何もあの考えずに と、えー、っても大丈夫です。はい。はい。で、続きまして、えっ、ー、と、2番目。お客様は楽天リンクアプリ iOS 版を利用し、通話相手は楽天リンクアプリを利用しない場合の通話のこの発信と着信の料金についてなんですが、えっ、ー、と、これは楽天リンクアプリから発信、電話がかける場合は、これあの、 えっと変更前変更後って書いてあるんですけど、あ,あそれ以降変更するんだけど、基本は無料です。日本から日本の電話番号にかける無料。海外から日本の電話をかける無料です。で、これ日本から海外の電話番号にかける場合は、この国、地域別、重量課金。これ別途書いてありますけど、かかります。これはあの変,形変更後も変わりません。海外から海外の電話番号をかけるのも、これ変わりません。 で、えっと、次。着信の方だけど、こっちの方がちょっと変わります。えー、これは変更前、日本で電話を受ける場合は無料だったのが、まあ、あの、7月6日、明日以降も変更なし、無料です。これは変わんない。ただし、海外で着信を、その電話を受けた、受けた場合は、これは変更前は、 あの、楽天リンクアプリで着信可能なために無料だったものが、これが勝手に、勝手にね、この iOS 標準の電話アプリで着信となるために、これが国、地域別重量課金となりますと。ここですね。あの、発信は、まあいいんですよ。自分から電話かけるから、もともと重量課金だからいいんだけど、着信は、その自分の意図してない人から、え、まあ意図してないっていうか、 えー、まあ、から電話かかってきて、まあ、それを受けることによって、今まで無料だったものが、重量課金で、えー、こちらにも <laughs>、電話料金、通話料金がかかってしまうという、ね、そういうことがね、これがまあ、大問題だというね、ここがまあ、一つ大きな問題、まあ、もう一つは、あのー、返信の、着信から返信するときに、まあ、間違えて楽天リンクアプリ使わない可能性があって、そこで、 通話料金がかかる可能性が出てくると。今まではかかる可能性はなかった。もしくは、そういうようなね、その情報もあったんですよ。えー、普通に返信したら、えー、楽天リンクアプリを返してじゃないところから、あのー、返信の電話あって、で、結局、通話料金が無料だったのが、まあ、通話料金かかってしまったとかね、そういうふうなこともあったんですけど、今回は iPhone、iOS 版に限ってなんですが、 これがデフォルトでね、こういう風な状態になるって、なんでこういう、<laughs> なんでこういうね、仕様変更にしたのか、ちょっとよくわけわかんないんだけどね。今まではそれでできてたのが、なんでこういう解約の仕様変更にするのか、意味わかんないんだけどね。なんで、なんでしょうかね。もう、下手したら、僕、ゲスの勘ぐりだけど、そういうその誤作動っていうか、誤認識で、 その iOS 標準のアプリ、まあ、で SMS とか、まあ、通話することによって楽天リンクアプリだと無料だったものが通話料とかね通信料があ、まあ、余計にかかってくるそこの,その,その、まあ、5人分だけ5人,5人っていうの、えーまあ、間違えたというよりもそういう仕様の分だけ通信料がアップすることを見越してのそういう 解約っていうか変更ですか。これはね、本当ね、わけわかんないんだけどね。なんで、なんでそうなるんでしょうかっていうね。うん。えー、まあ何かの理由があると思うんですけども、まあ一応そういうことでね。えー、まあこれ皆さん本当にお気をつけください。えー、で、えっと、ここに、その SMS 送信、あの、お客様は楽天リンクアプリ iOS 版を利用し、ちょっとこれよくわかんない。 うん。えっ、ー、と、そう、受信相手は楽天リンクアプリを利用しない場合の SMS 送信受信料金ということで。まあ、要は、えー、相手型楽天リンクアプリ使用してない場合ですね。えっと、これもひどいよね。<laughs> これはひどいよね。すごいひどいと思った。えー、まあ、見ていきます。ちょっともう一回見ていきますね。 お客様は楽天リンクアプリ iOS 版を利用し、送受信相手は楽天リンクアプリを利用しない場合の SMS 送信受信っていうことは、これは例えばその、ご自身がっていうかね、例えば僕でもいいし、まあ、皆さんが、まあ、iPhone で楽天リンク使ってたとして、まあ、それは普通じゃないですか。で、相手方って、まあ、例えば固定電話もそうだし、 楽天リンクアプリを利用しない場合って、その普通にね、えっ、ー、と、要は、えっ、ー、と、楽天リンクあ、違う、楽天モバイルの、えー、契約者じゃない場合は、楽天リンクアプリ使うことないだろうから、この可能性ってすごい高いですよね。で、その時に、今までは、えっ、ー、と、無料だったものが、えー、なぜか <laughs>、 日本から日本の電話番号を SMS 送信する。こんなの、まあ、あんま使わない人は使わないかもしれないけど、例えば相手方のメールアドレス分かんないときに、電話番号は分かってるけど、電話するほどでもなくて、その例えば数字とかね、伝言文とかで、その着実に、確実に残すように伝えたいときに、SMS 使うときあるじゃないですか。これが今まで無料だったのは、変更後に、 3円、70文字3円かかるというね。これもね、結構な解約かなというふうに思いますね。はい。で、さらに、海外から日本の電話番号を SMS 送信する場合。これはまあ、数はまあ少ないかなと思うんだけれど、まあ、海外、まあ、ちょくちょく行かれる方は、これは可能性あるじゃないですか。これもね、今までが無料だったのが、変更後、70文字100円となっております。これはね、相当な解約だね。 そんな該当者そんなにいないとしても、うん、かなりの解約です。で、それから日本から海外への電話番号へ、えー、SMS 送信する。あれこれって、例えば、えー、そうですね。まあ、家族が海外に行ってるときに、こちら側で、まあ、楽天モバイルの契約者が、まあ、相手方楽天モバイルの契約者じゃない人に、まあ、例えば友人でもいいしね、家族でもいいし、友人でもいいし、 そこでもう、今まで無料だったものが100円かかると。ええー、それから、ま、海外から海外への電話番号へ SMS 送信する。まあ、これも、えーえっと、これは、うん。ああ、そういうことか。ああ、これ、あの、ちょっと僕、2つ、この2つ、ちょっとセットで、あの、ちょっと変更前と変更後のことを言うの忘れてました。100円で、不課税でっていう、これは、あの、 これね、最初その、楽天モバイルの、ト、えー、プラン料金がね、楽天アニメット6じゃなくて最初の時から指定の国と地域は無料だっていう風にずっと歌ってたのが、で、その他の地域は100円ですよと。それはいいんだけど、変更ありで <laughs>、この指定66の地域が無料っていうのがなくなってますね。これはひどいね <laughs>。これはかなりひどいね。うん だから楽天モバイルで SMS 送信するのは正直やめた方がいいっていうね、そういうことになりますね。少なくとも日本から日本円だったらまあ3円だからいいけど、相手がどこにいるかわかんないような人ね、結構海外にちょくちょく行ってるような方に、えー、メッセージ送信するときに間違えて100円かかる可能性があるということでね。結構ですね、これはね、ひ,ひどいね。うん、えー。はい。それから、えっ、ー、と、 まあメッセージを受信する場合は、一応無料になっておりますね。えさすがにそりゃそうだよね。<laughs> メッセージ受信するのにもお金かかったらちょっとね、びっくりしますけどね。はい。えー、っと、うん。それからですね、えー、っと、これは iOS 14.4以降へのアップデートのご案内ということで、 楽天モバイルのでのご利用にあたり、iOS 14.4 14以降、並びにキャリア設定の最新バージョンへのアップデートをお願いいたしますと。これを実施しない場合、上記の仕様変更に伴い、SMS 送受信がご利用できなくなる可能性があります。iOS のアップデートは下記の手順をご確認くださいということで、ここに一応書いてありますと。でこの度はご不便をおかけしますことをお詫び申し上げますということで、 あのー、まず、これ、ちょっと僕、長ったらしいね、動画になりましたけど、まずこれは、この一番最後のこの本文ですけど、これね、皆様、この度はご不便をおかけしますことをお詫び申し上げますということで、まあ、不便、不便をかけることをね、えー、詫びてるんですけど、まあ、不便というか、うん、そうですね、解約を自ら認めたということじゃないかなと。<laughs> じゃこういうことするんだったら、 やらなければいいと思うんだけど、これはどう考えても、まあ、通話料、通信料を、まあ、今までよりも余計に取ることを了承してくださいっていう、そういうお願いだから、後ろめたい気持ちがあるから、こういうふうなお詫び申し上げますっていうね、えー、ことになってるんでしょうかね。まあ、これはひどいね。本当なんだろう。<laughs> これは結構ひどいね。 えー、僕、これを見て、あのー、iPhone で、えーまあ、楽天モバイルの SIM を iPhone で使うってことは、まあ、やめようかなって思いますね。もともと今使ってもないけど、えー、使おうかなと思ったりもしたけど、これを見てね、だって Android と iPhone で、まあ、iPhone しか持ってない人だったら仕方ないんですけど、もし Android も持ってたとして、余計な金額がかかる可能性があると。 iPhone だからということでね。これは本当ひどいね。えー、あの、Android もそんな変わんないよと。Android iOS、あの、Android の楽天リンクアプリも、いや、実際はそんな変わんないんだよっていうことでもなさそうですね。これは。えー、かなりひどいね。えー、まあ、ちょっと例えば、料金プラン、まあえー、っと、の、普通に、まあ見てみればいいのかな。 えー、よく今までにあったやつね。えっ、ー、と、楽天リンクアプリで、国、えー、通話ね、楽天リンクアプリで、えー、国内通話かけ放題。アプリ利用で毎月の通話も0円で使える。で、これは、この、ここに書いてある、楽天リンクを利用していないスマホや固定電話への通話もかけ放題。海外から国内への通話もかけ放題。はい。これ、あの、 こういう風に書いてあるんだけど、Android だけってことだからね。a n d r o イ d の,の,あの楽天リンクアプリだけなんでね。はい、ここも、えー、通信料ね、あの、メッセージ料ね。楽天リンクアプリの通話や SMS のデータ利用量は、月々のプラン料金のデータ利用量にはカウントされないと。で、これがあるから、えー、楽天のお、まあ、維持費がね、 0円運用がいけるということで、紙プランだっていうふうに僕前々から言ってるんだけど、これは、本当どうなんでしょう。<laughs> ここは <laughs>、これは結構ひどいね。うん。うん、ここにいろいろね、音声通話、メッセージ、SMS の楽天リンクアプリでのね、えー、まあ一応基本無料無料とかって書いてあったんですけどね。 えー、まあ OS 標準の電話アプリだと30秒20円かかるとか、こういうのもしっかりと書いてありますけどね、海外指定66の地国と地域、ここに対しても、ここはまあ国際通話かけ放題で、お申し込みで通話かけ放題になるとか、まあそういうのもあるし、うん、まあ今まで、こう、初期から使ってた、その、まあ大事なサポートっていうかサービスが、 いきなり変更になったということで、これはかなり、かなりどうなんでしょう。<laughs> これは結構ひどいね。だからまあ、あちょっと長い動画になりましたが、まあもうそろそろまとめましょうか。えー、まあ基本、えっ、ー、と、明日から、まあ、えー、楽天リンクアプリ iOS 版の仕様変更に伴って、あの、返信するときに、まあ、まず気をつけてくださいと。えー、iPhone でお使いの方はね。 で、それから SMS に関しても結構、まあん、まあ、解約になる、んなんで、ん、知らないうちに今までの感覚で使ってて、いきなりメッセージ送信料とかが結構高い金額かかってくる可能性もあるので、特に海外に絡んでる人ね、友人知人が海外にいて、で、まあ、まあそういう時でもね、まあ、 SMS 使わなければ、ね、いいんでしょうけど、まあ、使わざるを得ない時もあるだろうし、まあ、そういう時はちょっと金額、ね、気をつけてくださいね。はい。うん、ということで、えー、今回は楽天リンクアプリ iOS 版の使用変更に関するお知らせに関してちょっと雑談してみました。はい。いかがだったでしょうか。この動画参考になりましたらね、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 また楽天モバイルの、えー、情報を、まあ、雑談形式で、えー、動画にしてきますのでね、えー、よかったらその他の動画も見てください。はい、ということで、経験でした。ではまた。